高橋純平投手もね絶対出番ありますけどね。だからもうちょっと やれる投手ですよね。故障してたんですか。今までの故障もありますし、ああそういうっていうところがあったんでね、うん、まあ、一軍で3年4年ぐらい前かな、うん、そこまでブルペンも支えたし、うん、さあこれからまたいけるっていうところの怪我もあってね、で元々やっぱりピッチングフォームをなかなか固まらなかったですからね、そこまで、ね、はい、ルーキーからですね、うん、ようやく固まってよしいけるぞってなってからですからね、うん、だからまた巻き返していかなきゃいけないですし。クイズホークス王決定戦、優勝者には花束贈呈券、2月18日開催、参加者募集中。